サンリオのキャラクターで好き、はい、知っているキャラクターいますか。好きなのは、好きなのが私あのタキシードサムというペンギンのキャラクターとかポチャッコとか好きですね。僕ハンギョドンが好きです。ハンギョドンですね。昔からありますね、うんうん、でもなんか可愛らしさありますよね。今ですねあの人気キャラクターナンバーワンを決めるサンリオキャラクター大賞という投票を行っていてですね、ほうほう、実はその初回の速報途中の結果というのが発表されました。それがこちらです。有名なキャラクターハンギョドンもねいますよ。7位入ってる、嬉しい。で意外なのがハローキティは5位という。どうですか。そうですね、あ1位もしかして、はい、1位は何でしょうかというクイズなんですけれど、わかりますか。クイズ、はい、ポチャッコでしょ。ポチャッコ、ヨヘイさんは、でもタキシードさんはうちの娘も好きなんでね、そこそのあたり入ってくるんじゃないですか。あじゃあ、ね、見てみましょうか。1位はこちらです、ポチャッコ。はい、嬉しい、ポチャッコ。今途中経過では1位なんですけれど、ポチャッコこのまま1位だったら1995年以来29年ぶりの1位になるということで、このままいけばというねところはあるんですが、結構入れ替わるんだ、はい、このサンリオのキャラクターを存分に楽しめるイベントが明日から熊本で始まるということで取材してきました。明日から始まるサンリオ展、まず入り口入ってすぐに出迎えてくれるのはかわいいの代表ハローキティです。サンリオ展、日本のかわいい文化60年史が明日から熊本市現代美術館で開かれます。2020年に創業60年を迎えたサンリオ、その間に450以上のキャラクターを生み出し、世界でも通用するかわいい文化を発信してきました。その代表がハローキティ。シンガーソングライターのレディー・ガガが身につけたドレスのレプリカはキティだらけ。他にも可愛いものを生み出すための可愛いデザインの制作室などおよそ1200点が展示されています。歴史あるキャラクターも多く、大人の記憶を刺激します。これ懐かしい、見てください、お猿のモン吉、皆さん知ってますか。あ、そしてこちらはケロッピーです。私好きでコップとかお弁当箱とか幼稚園の時使ってました。そして見つけました、大賞の現在1位ポチャッコです。実は私知らなかったんですけれど男の子です。可愛いが詰まったサンリオ展は明日から6月30日まで熊本市現代美術館で開かれます。いや楽しかったです。いいですね、はい、なんか子供の時を思い出しました。なんか、ね、年代を超えて会話ができるっていうのはいいですね、はい、なんか本当懐かしい気持ちにもなりましたし、うん、楽しかったです。